はい、ゆかりんですよ。こんばんは。田村ゆかり、17歳です。バースデーライブ2018トリコロールプレジール武蔵野の森総合スポーツプラザ、3日目千秋楽、来てくれてありがとうございます。いや、3日目じゃん今日。すごい緊張、めちゃめちゃ緊張、今までで一番緊張してるこの3日間の中で。まあね、3日目とはいえやってることが3日間ともバラバラなんで、全部初日みたいな感じなんですけど、今日は17歳のお誕生日ということで、そうですね、まず皆さんに強制的にハッピーバースデーの歌を歌わせ、輝かしい17歳の幕開けをと思ったら、初っ端で歌詞を間違い。なんかね、張り切るとダメなんだよね。ないそういうこと、なんか張り切ると空回る的な。張り切らなければよかったかな。座る？はあ、なんかさ、強制的に誕生日にさ、私誕生日だからって銘打って、なんか人に集まってもらったら、なんか意外といろんな人に気を使われて、ちょっとな、居心地が悪くなってるんだよね。なんていうの、あんまり人に優しくされたことがないから、どうしていいかが分かんなくって、どう振る舞っていいかが分かんなくって、若干戸惑ってるんですけど、なので、あ、でもちょっと1日ぐらいはみんな気を優しくしてんだよ。よろしくお願いします。よし、じゃあそろそろ次行くか。なんたってまだ2曲しかやってないですからね。よし、じゃあ行きますよ。今日一日楽しんでください。